が1個なくなってる。いやな、これなんちゃうん、やべえな、これは舐めてるよ。サビサビすぎて取れんがね。港南でネジザウルスを買ってきたんですけど、このね左下のネジだけ頭がねもう潰れちゃってて全然取れないんで、どうしようかなと思った結果、バンパーを外してね、バンパーを外せば、この下がまあちょっとね、何これ、バンパーステーっていうのかな、がまあ邪魔かもしれないんですけど、下から頭をトーンって取れば一応これが取れると、これが取れるんで、取れれば、まあ、ドリルで揉んでね抜くなりなんなりしようかなと思っております。サビがひどいね。昔はねここのバンパーのねボルトを2本、前こっちとこっちね抜けばバンパーが取れるっていうね、なんだろう、楽ちん仕様だったんですけど、10年寝かせてる間にね、いろんな人に整備されるようになって、バンパーのステーのボルトがねいっぱい刺さってて、いっぱいっつっても多分あと1個なんだけどね、下からこう刺さってるやつがあって、ちょっとバンパーね今の設備じゃ取れませんでした。なので、バンパーを外して下からね頭を削るという作戦はちょっと今の環境じゃ無理なので諦めます。なので違う手を考えます。はい、今ですね取れましたよ、この頭がね、ピント合うかな、これね、サンダーでね、このサンダーで頭をチュチュチュって平べったくして、ほんでこれでねバチンって真ん中に印つけて、で細いやつからどん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 穴開けていったら、ちょっとくるくるくるって回り出したんで、ちょっと粘ってみたんですよ。そしたらね取れましたね。まだ多分こっちの先っぽはこっちに残ってるんですけど、まあ
多分すぐ取れるんじゃないかなと思ってます。はい、じゃあね、ここが外れたので、ここを仮止めしてたんですよ。これもね、新しく買ってきたビスネジです。あー、お、はい、キープ。はい、そしたらね、枠が外れました。そしたらこのポッ出てくんじゃないの、これのポッ出てこんのかい。ドライトがね、取れました。あんまりね、こいつの配線の余裕がないので、少し手前に、まあいっぱいいっぱいね、引っ張ってきて、くるって回転させて、この隙間から手を突っ込んでカプラーを外しました。はい、左目ちゃんもね、取れました。やっぱりね、下の段のここが取れなくて、もうね、先に 3.5mm かな、 3mm かなんかで穴ボンって開けて、ちっちゃい穴からとかじゃなくて、もういきなり 3mm でこれでボフって穴開けて、ほんでネジの頭をね、この隙間からチュン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 って鳴らして、もう薄くして、でクッて引っ張ればパキン取れたんで、はい、ものの多分10分もかからず左目ちゃんは摘出できました。はい、それではね、アメイゾンから届いたこいつをね、開封していきたいと思います。はい、はい、こいつですね。なんてこちゃない箱に入ってますね。エムズベーシック、Amazon のオリジナルブランドですね。はい、あれ、2個とも似てるのかな。ん、はい、よいしょ。はい、こいつですね。パッと見はわかんないですよね。ステッカーがついてる、ラッキー、大事。2個買ったから2個ついててくれてもよかったね。まあ、おそらく付け替えてくださいよっていうことでしょう。はい、そしたら早速ね、交換していくんですけど、レイブリックのね、こいつ自体が青いのか、このね、電球が青いからなのか、買ったね、バルブの色温度は2400ということで、黄色みが強いんですよ。青と反応したら嫌だなと思ってます。交換しますね。金を外してね。こいつはね、結構青いんですよね。結構青い。うん、やっぱもうこいつ自体がちょっと青みがかってるんで、大丈夫かな、色が。そしたらこいつをね、組んでいきますよ。2個ともね、組み終わりました。前はね、銀色バルブだったので、なんか違和感はなかったんですが、黒バルブどうなんでしょうね。まあ、車体に組み込んでいきましょうかね。はい、はい、今ね、両方のお目目とも枠まで付け終わりましたね。あとはこのカバーをつけるんですけど、今ね、もうすぐ日没なんですが、映像で見るよりだいぶこの
駐車場暗いんですよ実は。意外と中が黒ってお目目が引き締まって見えなくもなくないですか。はい、それじゃあね、まだ明るいけど点灯式を行ってもいいですか。点灯式、はい、ちょっとねやってみましょう。これね、リトラが開いてる状態なので、これをパンって戻せばポーンってつくはずです。いきますよ。2400?2600 ケルビンだかなんだか、はい、こんな感じです。なんだっけ、ヘッドライトのさ、カバーのネジがね、なかったじゃないですか。僕ね、昔から何個かね、余ったビスとかは、ここの、何これ、センターコンソールのここの中にね、いろいろとゴミも含めて、ネジとかね、はい、ちょっとぶち込んでるんで、おそらくあると思います。多分このサイズ?このサイズなんじゃないかな?ちょっと違うのもいいかな。まあ、いっか、これで。合わなかったらまたね、何種類かあるんで、探しに行きます。そう、ここのね、ここの、ネジがなかったんですけど、そもそもね、映んねえな、ここ、これ受けの、ネジ受けがね、もうなかったですね。